シビライゼーション6文明の工房はターン性ストラテジーゲームであるシビライゼーション6の公式拡張パックである2018年2月8日に発売され従来のシビライゼーション6の文明と指導者に加えて新たに8つの文明と9人の指導者が追加された文明の工房では従来のような固定的な文明の進歩だけではなく時代によって 拡大や縮小を繰り返す文明の流れと国境の変化をダイナミックに表現しており、ゆえに、プレイヤーの選択次第では、自身のプレイしている文明が起こることもあれば、滅亡することもあり得る。ゲーム内において、すべての文明は、プレイヤーの選択や技術の発展、ゲーム内で初めて世界一周を行ったといった歴史的瞬間が時代スコアに加算され、それに合わせて、 ゲーム内での立ち位置が決まる。時代スコアによりプレイヤーの文明は、それぞれが一つのチャプターとみなされている、石器時代から情報化時代までの時代ごとに、黄金時代や暗黒時代が到来する。黄金時代では、都市ごとの市民の文明に対する、忠誠心が上がり、都市の労働力が上がる。対し暗黒時代では、市民の忠誠心が下がる。 もしプレイヤーが暗黒時代から次の時代に黄金時代を迎えることができれば、その文明には黄金時代を残す英雄時代が到来し、様々な恩恵を受けられる。時代にかかわらず、プレイヤーは新時代を迎えるにあたって公約を選ぶことができ、公約が達成された瞬間に時代スコアが加算される。フィラクシスゲームズはプレイヤーに暗黒時代を経て、 リスクや報酬を得ながら、ゲームを楽しんでほしいとコメントしている。戦術した通り、市民の忠誠心は黄金時代になれば上がり、暗黒時代に陥れば下がる。忠誠心を上げるには、市民の幸福度を保ち、総督を就任させる必要がある。都市の周囲の環境によっても忠誠心が左右される。市民の幸福度が下がったり、あるいは都市が極端に他の文明の国境と近い、 状況にある場合、都市は、忠誠心を失い独立し、自由都市になり、すべての文明と敵対することになる。そのため、NPC を含む、各プレイヤー自由都市に、武力侵攻が可能となり、都市を選挙し自国の勢力下に置くことが可能である。また、近隣に影響力を与える文明がある場合、その文明の勢力下に入ることもある。各文明は、他の文明と科学同盟や、 経済同盟など同盟を結ぶことができる。従来のシビライゼーション6のように、プレイヤーは敵対国に戦争を仕掛けることができ、核兵器の使用も可能である。また違う宗教を信仰している文明に自分が創立した宗教を布教すると、聖戦布告される要因になり得る。緊急事態は、文明の攻防において新しく追加されたゲームシステムである。 ある文明が力をつけすぎた場合に他の文明が団結し脅威に共同で対処する機会が与えられるものである。ある文明が核兵器を使用したり、ある文明が他国の首都や都市国家を占領したり、またある文明の宗教がゲーム内のあまねく都市に布教された場合などが緊急事態の対象になりうる。他の文明は緊急事態に参加するかどうか否かを選択することができ、 もし脅威に対処できた場合は、報酬として多額の資金を山分けし、売ることができる。しかしできなかった場合、例えば緊急事態の対象となった国が、他の文明からの攻撃を払いのけた場合、対象国は多額の資金を独り占めすることができる。新たに9人の指導者と8つの文明が追加された。メタクレティックによると、文明の攻防は概ね高く評価されている。 また 2019GANG のベストオリジナルコーラルコンポジションとクリー・ザートミックエラにノミネートされた。ありがとうございます。